験者見習い。安心しろ。酒場に出入りできなくなったら、冒険者は務まらないからな。危害を加えるつもりはねえよ。お前ら、冒険に出るそうだが、やることはあるのか？やることがない冒険者は、無職、あるいは魔物の餌でしかない。冒険者には目的が必要なんだ。そこで役立つのが酒場だ。仕事の依頼、人々の困りごと、噂、すべては酒場に集まる。その情報をもとに依頼をこなし、報酬をいただくのが冒険者ってわけだ。冒険者の基本は情報収集。何事も情報収集から始まる。わかったか？わかったな、まずは情報収集に行ってこい。じゃあ、僕が行くよ。違いない。絶対手放すんじゃねえぞ。情報を集めてきたよ。ざっとこんなもんかな。酒場で得た情報はナビボタンを押すと確認できる。いいか、ナビボタンだぞ。俺のことは冒険師匠と呼ぶがいい。単なるおせっかいなおっさんに見えるだろうが、これでも冒険の極意を収めたと自負している。俺の知識と技を、経験を少しでも未来を担う若者に役立てたいんだ。お前が英雄になり、師匠は俺だと言ってくれれば、それ以上の喜びはない。未来へ羽ばたけ、若者よ。おっと、その前にナビを押す。忘れるな。